こんにちは、竹宮正樹です。皆さん、碁の調子でいかがでしょうか。このビデオは、実践解説を通して、私が日頃、感じていること考え方、そして宇宙観、世界観、人生観、そういったようなことを話していきたいと思います。ではアシスタントの女性を紹介いたします。とっても美人で可愛らしい保坂真由ちゃんです。日本棋院の保坂真由です。今日は皆様と共に竹宮先生の宇宙流を少しでも身につけることができたらいいなと思います。それでは先生、よろしくお願いいたします。よろしく。最初にイメージトレーニングとして竹宮の碁の序盤の十数手をご覧いただきます。一手一手の意味よりも全体的な流れの美しさを感じ取ってほしいのです。繰り返し見れば囲碁上達に最も大切な石の正しい形や方向が自然と身についてくるはずです。これがね、竹宮流かな。はい、これ白は割り打ちですね。そうですね。こちらへ打つと決めれば三連勝にという感じですね。あ、はい、当たりがいいですよね。はい、白は高く、そうですね、二間に開く手もありますけど、はい、大事な手ですね、今の下がり。はい、これも大場。私の先番ですね。はい、白は小目から三三。三三、なるほど。だいたい高くかかるのが好きですね。そうすると付け引きが多いですね。そうですね。でこう打ちましたか。これはね、三三の石が低いんでね、黒は真ん中をちょっとね、はい、意識して打ち方ですよね。はい、そこがいいところなんですね。そうですね、三三ですから伸びる手もありますけどね。はい、白は割り打ちを一路こちらへ寄せたんですね。そうですね。そしてこうですか。感じが出てますね、この分。はい。これは詰めたりするのは悪いんでしょうか。そうですね。どっちから詰めてもここに飛ばれますとね。あ、白から。はい。はい。ちょっとね、面白くないという。はい、あ、そこがいいところなんですね。そうですね。白は向かい小目ですね。はい、これもね、ずっと前にはよくね、この向かい小目が多かったんですけどね。はい、最近あまり打たれないですけどね。どうしてなんでしょう。やっぱり流行があるんですね、その時に。白は下をつけたり上をつけたり。そうですね。伸び切りがいい、そうですね、伸び切りたい気分ですね。はい、白は切りますか。そうですね。それが手筋ですね。はい、でつなぎます。そう、ここでこれが大事な手かな。はい、白も実利はあるんですが、黒の中央からが広いですね。そうですね、素晴らしい感じですよね。はい、目先の欲にとらわれないで伸び伸び打ちましょう。先生、これはアマチュア初段体1級の対戦です。あ、
そのぐらいの、実力の方が一番多いんじゃないですかね、はい、あそうですね、うん、黒が2連星でそうですね星打ちが最近流行ですねはい滝宮先生の影響でしょうかなそうみたいですね、いい傾向ですけどね、はいうん、でこちらへかかりました、はい、で大ゲイマに受けたんですねそうですねこれはね、はい、100年ぐらい前にねあそんな前から必ず大ゲイマに受けたんですよね今はいろいろな、ね、受け方ありますけどね、そうですね、なかなか古風な感じで、ね、で白がこちらに剣に、うん、あそれも珍しいっていう珍しいですねでさっきの白のようにそう真似したのかなでこちら白は締まりましたそうですね、うん、まあこの辺はねいろいろあるところですけどね、はい、ここで黒はどこに目をつけたらよろしいでしょうかそうですねここでは私ならまあ、打ちたいところあるんですけどねはい、じゃあね、ここでちょっと次の一手そうですね、はい、しましょうか次の一手にしましょう、はいじゃあ先生何箇所か候補そうですねですね、まあ、ここのね一軒取りねはいじゃあこちらが A はいいいところですよねはいじゃあこう手堅くこうはいここを字を守ろうという感じですね、うん、もう一つじゃあここにしておきましょうねはい、はいね、先生次の一手ですが、はい、どちらがうんまあね、これはこのね C の、まあ、一手という感じですけどねあそうなんですか、はい、なぜここがよろしいんでしょうかですね、はいまあ、今これ白かかりっぱなしなんですよね、はい、本来ならばかかって受けた時に、まあ、開くっていうのがね、はいうんこの手でですね、そうですね普通なんですけども、はいその開かなかったわけですから、こう挟んでこれをやっぱり攻めながらということですよね、はいうん、まあ逆にね、はい、石を置いてみれば分かると思うんですけどねこう開かれちゃうともうこの石は強い石でこの辺のね模様が非常に素晴らしい感じになりますからね、白からも黒からもいいところなんですねそうそうそう置き換えるとね、はい、よくわかると思うんだけどね、はいうん先生こちらはなぜいけないんでしょうか、うん、いけないってことないんですよこれもね あの立派な一手なんですよ、ね、これはねなかなかこの、こちらのね構えが良くなるんでね、はい、これも手としては立派な手ですけどね今はここが忙しいかなという感じああそうですか、実戦は、こちらの方へ打ってしまったんですね、そうですね実戦のこの手はですね、なんか確実でね、なんかいいような気もするんですけどもそうですねここが、ところがねまあ、この辺を打つんでしたらば、はい、こちらの方がねバランスがいいんですよね全体の黒のバランスがよろしいんですね、ですからここだけ見てると、はい、なんか良さそうなんですけども、こう全局的に見ると、あまり良くないんですねあ、うん、こういうふうに打ちますとこちらのも広がるし、はい、こちらも広がると、はい、ですからこういう世界をこう広く持った方がいいんですね、はいうん、バランス大切なんですねそうなんです、うんはい、5っていうのはねバランスが一番大事ですねあ、うん、ここに打たれましたかはいそうなんです、うん、そして白はこちらへつけましたあこういきますねはいで白はこう引きまして、はいうん、でここへ開いたんですけれどもあこれね、A うん、へこまして、A、こう、うん、構えてなんか得したように思われるかもしれないんですけどね、字を得したような気がするんですけど、私の目から見るとねこういう手は良くないんですねあそうなんですか、うん、なぜかと言いますとね、はい黙ってこう開いてるわね。はい。ああ、それですと。あ、そうなんですか。うん、これは例えばこうそうそう打たないとこういう手が嫌だったのかもしれませんね。アマチュアの方ここへ行かれる方多いんですよね。でここへ押して なんか隅の字が大きくなったような気がするんですけど。そうですね。今付け引いた図からすると、はい、確かに増えてますよね。
増えてるし、なんか白が随分損しちゃったような、はい、そんな気がするんですけれども、ね、ところがですね、はい、これはですねまだ完全な地とは言えない。あ、まだ入ってこられるんですか。後でね、後の話ですけどね、いろいろね、はい、それとですねここだけ見るとね、はい、得したように思うんですけども、確かにそういう意味もあるんですけども、はい、これを打ったことによってここにこう頭が出てきましたね、こういうふうに、はい、強くなって、でこちらを固めたマイナスとこちらの模様が消えていくマイナスがあるわけですよね、はい、まあ、仮に押しつれば、まあ、伸びて、はい、そうするとどん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 こっちが白っぽくなってくるわけですよね。ですからここだけに目がいっちゃうと、大事な全局的なことがマイナスがね、はい、出てくるということですよね。部分的に見ててはいけないんですね。そうですね。ですから、私なんかがねこうパッと見たときにこういう手は悪いっていうのは、はい、すぐ感じるんですけども、これどうしてかって言いますとね、場合によりますとね、はい、こういう手じゃなくてね、ええ、こういうふうに打っていくかもしれない。あ、上から、ええ、それは例えばね、まあ、今すぐってわけでもないですけども、はい、こちらの戦いで白がこういろいろ入ってきますね、はい、例えば、こう入りますね、なんか入ってきて、はい、でまあ、この石をこう、うん、攻めてきた場合に白がこう逃げていきますね、どんどんね、こうですね、でまあこれを追うときにこちらの方からこっちを絡んでるというような意味もあるんですよね、はい、ですからそういう手もなくしちゃいますから、でそれとこれを打たなければですね、こういうふうに後でね、入っていくようなこともできますね、こういうふうに。ああ、これは隅が荒れてしまうんですね、うん、はい、ですからそういう全ての、うん、味を消してしまいますから、あ、うん、これがね、はい、なんか少しへこましてね、得なように思うんですけども、実際は打たない方がいいですね。ああ、そうなんですか。すぐ目先のことだけを考えて、すぐね、ここだけに、はい、取られちゃいますからね。そうですね。これも、まあ、バランスとしては、あ、ここが強いですから、はい、そんなに硬く打つ必要ないってことですね。よくここが低いときは反対を高くという、そうですね、このバランス、はい、ここが高いときは、こういうふうに打つっていうのは、バランスがいいんですね。あ、うん、こっち側を見て決めないといけないですね。そう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 、常にね、はい、あの周りとの関係で、はい、あの成り立ってるっていうか、あ、はい、で実戦は下の方へ打ってしまいました。ね、これですとやっぱり後にあの上の方から来る手がね、はい、うん、楽ですからね、はい、でこちらを押しまして、でここ一間取りました。あ、そうですね、うん、まあ、硬いんでしょうか。そう、ちょっともう硬いとこですからね、はい、まあ、先ほど言ったこちらなんかもいいとこですよね、こうなるとね、はい、ちょっと硬いかなっていう感じかな、うん、で白はここが全部地ではかなわないのでこちらへ入ったんですけれども、そう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 、これはこんなもんなんでしょうか。うん、まあ、今飛びが来ましたからね、はい、もうちょっとこっちに寄せる方が、あ、真ん中ではないんですけれども、うん、いいかなっていう感じ。あ、でこれがなければね、ええ、こういう感じなんですよね。あ、1個で変わってきてしまうんですか。ここにあるから硬くなってるから、はい、硬い方から遠くに行きましょうという感じになるんですよ。あ、うん、でなければこういう感じなのかな、はい、うん、これ例えばこちらに入りまして、はい、先生の言われた、ええ、これをあの広い方から詰めますと、そうですね、ええ、これはまあなんかこうつけて、まあ、捌くとか、あ、これでなんとなく捌き方じゃないですか、うん、そうですね、はい、まあこうくればこう跳ねるとかね、はい、こうくればこう跳ねるとか、なんかこういう捌きで、あ、っていう感じですかね。でこちらから詰めた場合ははこうですよね、ええ、ちょっとなんとなくゆとりがありますよ ね、 うすね、こう離れてるしね、はい、ここも狭くなるし、ええ、これが実践図ですとこちらに入ってしまったので、そこに行ったんですけども、ええ、でこちらから詰める。この手はなかなか正しい感覚ですよね。あ、うん、こっちから詰めるとゴリ形になってきますからね、ええ、うん、熱い方に追いやるのがいいですね。そうそうそう、これはなかなかいい感覚ですね、はい、うん、白は開きですね。でこう開いたんですけども、はい、
ここに待ってますからね。あ、だから相手の待ってるところにこう行っちゃった、うん、だからまあ碁の場合はね、あの待ってるところに行くっていうのはあんまりいい、打ち方じゃないんですよね。あ、うん、なんかそういえばさっきに比べるとちょっと窮屈な感じですね。そうそこでここで、こちらに肩ついてしまったんですね。そうですね、まあ、はい、多分あれでしょうね、あの黒としては自分がこんなに守っているところに入ってきたんだから、もう早くいじめなくちゃ取っちゃなくちゃみたいな感じかもしれないですけどね、はい、まあ、ただね、ここではですね、はい、すぐ攻めなくても、他に打つ手もあるんですけどもね。でまあいいですよ。ここら辺を打つとすればどの辺がよろしいんでしょうか。そうですね、ぼんやりね、帽子ぐらいに、あ、うん、こう大きくね、これは封鎖されては、うん、そうですね、です、そうしたら、まあ、例えばこういうふうにぼちぼち、あ、こちらを広げながらとかね、はい、そういう手もあるし、まあ、こう肩少なくなるこっちの肩がそちらへですか。いいですかね、はい、これは白浮きますと、そうそうそう、でまあこうですか。あ、よくこんな形がありますね。そうですね、こうですか、ええ、でこうやってね、はい、あ、これだと、うん、これがね、なかなか立派な模様なんですよ、はい、でまだこの白が目がないですからね。そうですね、これ立派な打ち方ですよ、はい、うん、実戦はこちらの方へ肩をついてしまって、そうそうそう、それで戻ったんですね。うん、そうそうそう、ただこれは、はい、まあ、当然白膨らみますよね、はい、うん、これはあんまり攻めてるっていうよりもこうかえって白にいい形にさせちゃったという感じがしますよね。あ、うん、ですから、まあ、本来ならこう伸びたいんですけども、でもこっちに出てこられてて、こちらの方に出てこられちゃいますからね、なんとなくね、はい、ということでこうですか。ただこれではちょっとあんまり攻めが効かないという感じですかね。あ、ですからこれだったら打たない方が良かったかなという、あ、うん、ですか。そしてここへ打ったんですね。そうですね、まあこれで、まあ、この後攻めがね、はい、そんなに効かない形ですからちょっと失敗かなという、あ、まあ、全局的に見ますと、ちょっと白が、リードかなという局面でしょうかね、はい、うん、それはちょっとね、この辺がちょっと硬すぎたっていうのと、この今のこの数点がちょっとね、はい、問題であったという感じですかね。でここのハサミを逃しちゃったっていうのも、あ、やはり次の一手のところで、そうそう、次の一手のね、ここのハサミを逃したっていうのが非常に大きいですよね、はい、最初から2線を張ってはいけません。先生、これは5段と4段のアマチュアの対戦です、はい、強いですね、強い方同士です、うん、1手目がこうですね、はい、また2連生です。あ、でかかっていきました。そうですね、うん、ここまではプロのこと、そんな、よくありますね、うん、はい、ここで二間高ばさみをしまして、これもなかなかの手ですよね、はい、よくプロの人はこういうふうに打ちますよね、多いですよね、こうやってこうやるのこうですね、多いんだけどもね、はい、こう挟むっていうのはなんか積極的な感じで、うん、いいんじゃないですか、はい、皆さんはね、プロの人がこう打つからって言ってね、はい、真似する必要ないんですよね。ついプロの先生が打つと、そうそう、いい手かと思っちゃうでしょ、はい、そんなことないんですよ。そうなんですか、私のは真似してもいいですけど、こうで、そして、こうなりました。そう、これもね、まあ、定石の一つなんですよね、はい、よく見かけますね。そうですね、プロの人もよく打つんですけどもね、私はね、こういうふうに打つこと多いんですよね。ああ、そういえば先生の碁でこういうふうに打たれたら見たことないです。あんまりないかもしれませんね、はい、打ったことあるんですけども。あ、そうですか、知らないわけじゃないんですけどねこれは白浮きぐらいですか。でまたこういうふうに飛んで、はい、一見飛びなくしなしでね、そのままこうですか、はい、でまあ飛んでてもいいんですけども、ええ、あんまり飛んでるのもちょっとね、脳がないんで、こちらの方に、はい、まあ、こういう流れがね、はい、
非常にシンプルというか、自然な感じですよね。これだと定石を知らなくてもというか、そう打てますね。私は定石はもう知らないんですよ。ですか。ですから やらないんですけどね、難しいことは。こういう打ち方は非常にね、はい、いいですよね。これはですね、非常になんていうかこう難しい考え方ですね。というのはこう、実戦はこちらに打たれたんですが、手を抜いたんですが、まあ、白が打つ通し、こういうふうにきますよね、はい、普通に考えると。でこうですか、はい、で真ん伸びる、これはこうですね、で、そうですね、つかりまして一見と言いますか、こうですか、はい、で、そうですね、ですか、でこれがそうそう押さえて定石とこれはされてるんですけどね、はい、まあ、そうですね、この最初にかけてこのツケを誘ってこれを裁こうという非常に、なんていうか複雑な考え方なんですけどもね、はい、ただこの石が泣いてますよね、あ、この突き出されて、はい、ですから私どもはあんまりこういう打ち方っていうの好きじゃないんですよね。あ、これは好みの問題というか、こういう人生観にも通じちゃうんでしょうけどもね、はあ、こういう寂しいことはしたくないなというふうに思っちゃうんですよね。これなかなかね、高級というか、高級ですね、すごく複雑な考え方ですね、はい、ですから私なんかも非常に自然にね、これは非常に分かりやすくて、そうね、碁始めたばっかりの人でも打てますよね、うす、こういう手ならね、一見飛びに悪手なしですか、そうまあ、こういきましたか、はい、で実戦は手を抜いて、はい、こちらへ打ってしまったんですね。向こう手抜くっていうのもね、はい、あるんですよね、別にね、うん、あるんですけどもね、これは黒から先につけまして、はい、そうですね、手抜かれたからここに行って、行くというのは非常にいい考え方ですよね、はい、相手が来なかったから咎めないといけないんですね。そうですね、はい、白はこう打ちました。はい、白はこれがよろしいんでしょうか。これはですね、はい、まあ、ちょっと見た感じだとね、こういうふうに打つとかね、これは面白い手ですね。どちらなんでしょう。そうですね、例えばこう、そうですね、そちら行けば こちらにこう行っちゃうという、あ、でこちらの方を、まあ、こうとかこうとか防げば、今度こういうふうに行きましたね、こう切っても、こっちからこう打ちますか、ね、はい、これはこれは2目が取れてるんですね。そうこれ効いてますから ね、 これね、はい、ということで両方を見てコスむとかね、はい、いう手はちょっと考えられますね。あ、そうですね、さらにね、はい、手抜いて他に打つってことも考えられるんですけどね。あ、もう一回手抜いちゃうってこともありますからね、はい、そう、羽は非常に素直な打ち方ですけどね、はい、そしてこちらの方へ。それはびっくりしますね。なんか間違いじゃないかっていう感じですけどね。そうですね、大丈夫なんですかね。なんかつけましたか。そうです、まあ、これ普通はこういうふうに押さえる方が普通なんでしょうけどね、はい、まあ、こう跳ねてさばくっていうことでしょうかね。あ、まあ、これで不利は考えられないですけども、こういきましたか。難しいしのぎを。なかなか面白いですね、当たりですかね。で当てました、はい、これはまあ黙ってこういうふうに打ってれば、普通ですけどね。これ当てを聞かしてはいけないんでしょうか。そう、今つないだから、実践つないでくれたからいいんですけども、はい、よく見るとね、こう切る手がね、なかなかここで当たりなんですけど、瞬間にね、打っといて、こちらですか。これは一目取りますと、で当たりして、はい、でこうかかる、これは白のがいいんですよ。あ、そうなんですか。この一目とこの一目ではこっちの方が全然世界が広いですからね、黒はじゃあ大したところ、そうじゃないところ、こうやって見るとなんか黒凝り固まってるでしょ、ちょっとね、はい、働きがないですからね、パッといって切られた時にこっちの助けるわけにいかませんね。これは両当たりですね、はい、切られてると黒が困るところですね。まあ、これもつい当たりだとこうつないで、
助けてもらったって感じですか。はい、でこちらへ継ぎまして、うん、まあそうですね。これはまだ6本ですので、できに回ったんですけど、そうですね、まあ、これは黙って下がっててもよかったんですけども、あ、まあ、結局こういう形になりまして生きたと、はい、でこれで白が生きたから白がいいと思う人はちょっと問題があるんですよね、手を抜いて先に来られたので生きたので満足しちゃう、そう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 。ところがですね、これよく見てくださいよね、はい、これこんなに5番広いのに、8手打って樹木足らずの字ですよね。そうですね。で、黒はこう外回りで、で序盤にのうちにこの2線にね、たくさん石がいくっていうのは、この要するに形勢が悪くなることなんですよね。それでもう形勢判断の基準になるんですか。もう基準になるんですよね。2線にどっちの石が多いかということでね、はい、でまあこんなにいっぱいあったんじゃもうほとんど決定的と言ってもいいぐらい、あ、これはじゃあもう全然白が悪いんですか。もうダメですね。プロの目から見るとちょっと挽回不可能という感じなんですけどね、はあ、まあ、でしかも黒は先手と、ええ、でこちらです。実戦はこちらへ、まあこれはですね、この厚みをバックに三連星ですね、模様を広げるのもいいし、はい、この石を攻める意味でね、こう挟んでいくというそういうこともありますよね、はい、どちらかという感じですけどもね、これもいいですよね。いい三連星ですね、はい、まあこれもありますけどね。白は早速割り打ちました、うん、まあ星下割り打ち普通なんですけど、この場合はこちらの方がなんとなく厚いっていうか広くなりそうなんで、ええ、ちょっと寄せるという意味だったんですね、うん、これでも一路でもだいぶ違うんでしょうか。そうですね、立派な割り打ちですから、はい、一路でだいぶ違うんですね。はい、でこちらから詰めたのは正しい感覚ですね。あ、こちらの方が大きいんですね、はい、そしてここで、すぐに、うん、忙しいですねこの方ね、なかなかねもうちょっとゆっくりね、はい、人生送ってもらうといいんじゃないかと思いますけどねちょっと焼きもち焼きかな。そうですね、なんとなく大きいので、うん、でこう抑えられまして、そうですね、あんまり男の焼きもち焼きっていうのはあんまり入らないですから ね、 ねこれはこう下がってる方がより、あ、うん、こう厳しかったですかね、うん、これちょっと硬すぎるという感じですかね。これの方がこれに対して厳しいという、はい、コスミつけまして、うん、そうですね、このコスミつけもそんなに付き合わなくてもね、飛びぐらい打っててもいいんですけどね、はい、こうですか、こう、はい、で当てを決めまして、こうですか、はい、でバサッと切っていきました。あ、突然力出してきましたねまあこうやって渡っていくような感じっていうかね、普通なんですけども、これはちょっと無理そうですね。あ、無理ですか。切ったんだけども、こうなりましてね、はい、まあこれはなんか白の方が切ったはいいけど自分の方が攻められちゃうっていう感じですよね。あ、戦っていく立場でもないんですね、まあ、これはもうちょっと進めてもよかったですけどもね、はい、うん、これはちょっと白苦戦ですね、はい、こうですか、はい、まあ、これは、まあ、形勢圧倒的に黒優勢ですね。原因はここが序盤が白がねこんなに下に入っちゃったのと、はい、今ちょっとあまりにも忙しく行き過ぎたっていうことですよね、はい、だから働いても働いても楽にならないという典型的なパターンですね。働きすぎは良くないんですね。そうですね、もうちょっと楽に打たれたらいいかもしれませんよね、はい、敵の強いところでは無理をしないで打ちましょう。先生、今度は私の実戦から見ていただきたいと思います。それは素晴らしい、楽しみですね、はいはい、私の先番なんですが、はい、
舞ちゃんは旋盤ですとこのスタイル多いんですか？はい、そうですね、中国流が割と多いんですけれども、でここへ開きました。この辺まではよくありそうな、そうですね、はい、はい、まあよくありそうな感じですね、はい。これもよくありますよね。そうですね、まあ、この手で、はい、こういうふうにね受ける手ももちろんあるんでしょうけど、そうするとこうやっつけ引いて、まあ、下がれば、まあ、このぐらいで、はい、なんとなく収まれちゃうということでね、そうですね、でこれを嫌ったわけだね、はい、うん、なるべく収まらせないようにという、ね、黒がこういっぱいいますからね、はい、簡単にはこれもよくある形かな。はい。で白は二金、うん。まあ一つのあれですよね、型だね。はい。それ勝ったんですが。はい。うん、で、うん。まああれだね、これは別に。ここまではそんなに。普通の、うん、感じですね。はい。うん。ここで白は早速こちらへ打ち込んできたんですが。ね、まあ普通はこちら挟むとかね、なんかこちらに対応するのが普通なんだけども、はい、いきなり、おちょっとね私もこれに困ってしまって、うん、なんか変なことを考えてこちらへ出たんです。手抜いた、はい、どういう意味なんですかねこれ。これをがなくて、こうつけると、これを考えていた、はい、これを考えていたんですが、割り込まれて、押さえますとこうなって、でこちらの方へ張ってこられた時に、なんか白のこっちがつながってしまうと思ったんですね。ここがちょっとそう言っても切られてこっちの切りもあって、そうかこうもあるしね、なるほど。で出があると、出があるとここで一応こうぶつかっていて、そうかそうか、これでちょっと切れると、今度は切れる、なるほど。あ、それでこれを出た。はい、そういう。全部読んでるもんですね。これ全部時間じゃつ。そうですね、もう。ねえ。こんなところで。そうでしょうね。直してしまって。うん、あ、でもここでこう出たっていうのはなかなか、ね、思い切った手ですよね今。ああ。うん。私なんか単純だからね。ええ。もうすぐこういうふうに打っちゃうんですけどね。こう割り込まれた時はどうすればいいんですか。これもあるんだけど、こうやっちゃったらどうですか、もうあっさり下から、はい、これ伸びますと、でもあっさりね、はい、うん、で切ってみんなあっさりこうやっちゃって、はい、こうですか、はい、でまあ繋いでね、で白こうかかります。そうそうそう、でこれでね、まあ、一目は取られてるんですけども、はい、まあ黒先手で、まあ、こちらのね、まあ、いったりしますね、はい、これでねよく見るとね、まあ将来こう言ってかかるとこなんですけども、はい、これちょっと白がね、なんとなくあまり嬉しくないんですよ、こうこれ あんまりね、白が厚いのかと思ったんですけども、うん、ちょっとむしろ凝り形という、あ、凝り形なんですか、でここしっかりしてるし、はい、あんまりね白のが嬉しくないという感じするんですよね、はい、ですからこう植え付けてこれで十分だったと思いますよ。あ、そうなんですか、うん、はい、私はもう、あ、そういうことはあまり考えない、それは一応考えたんですが、です今の図だと、あ、そう、何なのかなと思いまして、うん、やっぱり実践の心理でこれをまだ攻めたいっていう気持ちがあるから、そうなんです ね、そこからもう固定観念があって離れなくなっちゃってるんですね、それも必要なことですけどね、そうですね、うん、大事ですけども、あ、それで出た、でこちらへ変わられてしまって、ね、うん、それはそうでしょうね、白はなんとなく、はい、抑えないでしょうね、うん、やっぱりね、で勢い、まあ一種の一つの振り返りですけども、はい、なんとなくやっぱりこの人が寂しい思いをしているっていう気がね、はい、うん、するんですよね、はい、うん、そしてそこで白はこちらへ、うん、そうですね、進みました。ですからちょっと雰囲気としては、なんか白も世界がね、なんか広いんじゃないかなっていう、打ってる時なんとなく白の方がなんとなくね、
でこっちは、まあ、まだ全部字っていうわけでもないですからね、この辺、はい、そうするとあんまりねちょっと嬉しくないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。はい、うん、ここで私はあの常識的に三歳入ってしまったんですが、ちょっとどうですかね。まあ三三入ると例の格好なんでしょうか。定石になったんですけれども、何、うん、かますます白の世界が広くなったような気がしたんですよね。そうですね。でも割とこういうのは平気なのかな、舞ちゃん。どっちかというと、字を取って後で荒らしに行こうかという。ああ、そうか。なかなか欲の深いまあそれもね一つの打ち方でね、はい、いいんでしょうけどもね、私はね結構ねダメなんですよ、そういう生き方がね、はい、うん、でもそういう人生もやっぱりいいのかもしれないんですけどね。だから私なんかだとね、はい、こういうふうに打っちゃう、これだとあんまり考えなかったですか。私もこう飛んでここへかける手は考えたんですけど、この場合こう出て張ってくれないでしょうね、そうです、ここで張ってくれると私もこれを選んだんですけれども、切られた時にこっちが白っぽいので、そうね、これはここにもいるし、ここにもこっちも白、白の兵隊ばっかりですからね、こっちは ね、ここで喧嘩しちゃ大抵やられちゃいますよね、あ、それでやめちゃったんですか。それで三々に入って、これしかないかなと思ったんですけれども、まあね、ここは白が兵隊が多いですからね、この場合こうじゃなくてこのぐらいでね、あ、そんな手があるんですか。いや、あんまり見たことないですね、まだ打たれたことはないでしょうけども、ね、このぐらいでどうかな。これは、ま、受けるですね、受けるでしょうね、はい、押して、はい、伸びですか、押して、ま、伸びでしょうか ね、 で、 ね、で、まあ、このぐらいにくつろいでおいて、まあ、あとこちらの三三の具合もあるしね、はい、あとこちらの打ち込みとか、はい、で今こちらからこっちは白の兵隊多いですから、はい、まあ、こういうふうにこう手厚くゆっくり構えて、こちらの方はもう黒のが多いですからね、はい、ですからそちらはある程度、妥協してということでどうでしょうかね、白の多いところではこういう妥協した打ち方が、そうですね、あんまりこう頑張らないで、はい、これで真ん中消してれば、ええ、あとこちら出て切る手とかね、はい、こっちを押し上げていく手とか、あ、いろんな手がありますね、どん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 こう行く手とかね、はい、こっちを大きくする狙いもありますからね、はい、ここをこう厚くしてる方が何かと、はい、これは白模様にならなくて、そう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 、っていう感じがするんですけどね、はい、ですからまだね三々はそんなに大きくないという気がするんですよね。でもこういうこれも多いよね、プロの方でもね。そうですね、で、そうなってなんかすごく真ん中が白っぽくなってしまって、そうそう、なんかね景色がちょっとね、はい、白っぽいかなっていう。で実際はまたこっちで、すぐに入っていっちゃったんですよね。なかなかねこれね、はい、いやなんか滝宮先生の前であんまり三々に入っていると怒られそうなんですけど、いやいや、その怒るとかねそういうことじゃないんですけど、はい、なんとなくね、ええ、ちょっとどうだろうかという、まだね、はい、真ん中広いですから先にこの辺にどっか分かんないですけどね、どっか行くとか、というのはね、いろいろまだ三々じゃなくてこう出切りとかいろんな含みがあるからね、あんまりやりたくないという意味もあるんですよね。白から先にこう先着されるのが大きいんですけども、だまだねこうできる味とかあるもんだからね、はい、まだ死にきってないという気がするんで、まずこちらの方を真ん中行けばかなという感じはするんですけどね、はい、でもこれは、ま、あの淡々といいあれですね、一貫しているから、はい、いいんじゃないんですか、これはこれでね、はい、うん、先に稼いでしまいまして、なかなかねこういう打ち方もねドライな感じでね、なかなか違った意味で迫力があるっていう、ね、
そうですか。結構可愛いけどもそういう結構気の強いとかやっぱりあるんだよね。あ、どうでしょう。まああのプロ棋士だから、ね、はい、多少は気が弱気はなれないけど、ね、そうですね、それで先ほど先生が、あ、そうですか、後から言ったんですけれども、だからなかなかねこういうこう取るもん取ってあと消しに回るっていう打ち方ね、これはやっぱりこれはこれで立派なね考え方なんですよねきっと、でもどうも私はねこういうあれだねことがちょっとあんま好きじゃないんですね。あ、先ほどのようにこう飛んで、そうそうそう、ああいう感じで打っちゃうことが多いんですよ。あ、だから結構ね甘くなって失敗することもあるんですけども、やっぱりそれが私の人生という感じがするのね。だからこういう打ち方するとねなんかねよそい自分が打ってないみたいな感じになっちゃって、なんかね打ってて楽しくなくなっちゃう。だからやっぱりね自分が楽しいと思うようなことをやっちゃうんだよね。常識にこだわらないで自然な感じで打ちましょう。今度は滝宮先生の実践から勉強させていただきたいと思います。はい、怖い怖いものが出てきましたね。白は高木先生ですね、で滝宮先生の2連生なんですが、はい、だいたい星しか打ってませんからね。そうですね、先生の星が、よく見られますが、この場合はあの3連生にはしないですか。いや、3連生に打ったこともありますよ、でこっち締まりを打たせて、こちらにね、っていう碁 もう何局持ってるんですけどね、その時の気分でね、なんかかかったりかからなかかんなかったりするんですね。あ、そうなんですか。よく現れますね、この月引き定石が。そうですね、大体多いですよね。はい、そう、まあ、つなぐ手でね、こんな風に打ったことも よくあるんですけどね。はい、まあ、この時はこうやりました。はい、これかけついでこうなる定石も、これはあの一番今までね、多かったんですよね、割と。私がまだあのプロになりたてのことはほとんどこれだったんですよね。はい、私はねこうやってね、で定石のはこうだったんですけども、私はこの方が面白いんじゃないかと思って打ち出したら、最近はほとんどこれが主流になってるますよね。なんか多分滝宮先生がこれをやらしているんじゃないかと思うんですけど、そうですね、結構ね、私が打ったってみんな最近ね打つこと多いみたいですね。いい手なのかもしれないね。前は見なかったですよね。そうそうそう、普通はそうなんですけどね。ここで白はこちらへかかりました。そうですね、これはあの、普通はそうそうそう、ここに来られるのがこうね、弱点なんですけども、まあこう来れば、そして3連戦に回ろうという、今度はそういう考えなんですね。それを白は嫌がったわけですね。そうですね、ここで一間に挟みまして、まあこの手で割り打ってるのも多い、一番これが多いんですよね。まあ、こういきなんで、まあなんとなく挟みたくなりますね。そして、白は両掛かりしました。これもまあ普通は五五に入ったりするの多いんですけどね。これはなかなか策略的な手ですよね。高木さんはこういう何ですか、いわゆる新手っていうか新型というかすごく工夫して打たれる人なんですよね。なかなかあの素晴らしい碁を打つんですよね。これもそれでは新型が、そうですね、これ新型ですね。こう押さえた時にこちらへ跳ねたんですね。そうですね、まあこれはですね、まあこういうふうに渡るのも自然な感じですよね。まあ、こうなってこうですか。ただこれは黒がいいですね、厚くてね、取り切ってもね、この形はね厚くて、跳ねたんですか。この手でね、こう行っても、こう行ってもあるんですけども、一応形としてはね。そうですね、これもたまに見かけるんですけど、こうやってね、でまあこっちこう、ただこれはまあ下がりの味とか
羽の味とかね、はい、ちょっとねまだ味残りなんですよね。あ、まあ、こうに取るにしても、叩きが効くしね、はい、でこれは黒のがいいですね。あ、この分かれは黒にしたんですか。こっちの厚みはすごいですからね、はい、それでこれは白は避けたわけですね。そうですね、それでこう来たんですね、これでじゃあ押さえますと、そうそう押さえますと今度はね、はい、今度はどうもこう来て、あ、また跳ね出していくんですか。そうそうそう、でさっきの形になるんですけども、はい、こうなってこうなってで同じようなんですが、はい、どこが違うかというとこの交換があるわけですよね、はい、とこれで取られちゃうと味がないわけですよね。あ、これ一本が白、うん、これがやっぱり相当悪いですからね、白、はい、あ、黒もね。あ、ですからこれは今度は黒がちょっと良くなくなっちゃうんですね。あ、ちょっとした違いなんですけどね、はい、それで跳ねた時に押さえたんですね、はい、そして次まして、はい、うん、これは一段落、あ、うん、なんか見たことのあるような、あ、そうですか、見たことがあるというかここ部分的に、あ、そうですね、部分的に、そう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 、ここでね、はい、どうかという結末がね、はい、っていうことなんですけども、これちょっとまああのよくプロは手割りとかいうこと言葉使うでしょ、ええ、手割りっていうのはですね、別の形からねこう、ええ、またこう再現するんですけどね、どういう風に再現するなるかというと、今こちらからだったんですけども、はい、こちらからかかってこう桁図に似てくるんですよ。あ、それで、はい、まあ今ここ入ったとしますね。あ、すぐに3歳に入った、ここまだ早いですからね、はい、本当は。でこうなってこうなったとしますね、はい、でこの形に似てますよね、ここまでは。そうですね、そうですね、であとこの一手とこの一手がある形ですよね、はい、ですから手順は違いますけど、これはまあ互角としても、はい、この一手とこの一手は明らかに黒が得してますからね。あ、そうですね、これとこれなら白がいいけどねですからこの分持ち込んでる分、まあ、味は残ってますけどね、とりあえず持ち込みの形になってますから、はい、まあ、黒は不満がないという感じですよね、はい、ええ、と分からなくなったらそういうふうに考えると、そう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 、ですから、ね、プロっていうのは打ってる時いろんなことを考えてるっていうか感じながら打ってるんですよね。なんか分解したり、そうですね、いろいろ、まあ、私なんか碁以外のことも考えるから、あ、そうなんですか、うん、だからいけないんですけども、こういうふうにね、はい、いろんなことを考えながらっていうんですね、はい、うん、でここで 黒番でこちらですね、うん、このかかりがね、はい、こう高く打った手のを生かしてる、手を生かしてるんですよね。これが低いと、うん、低くてこうなるよりも、この方がいいでしょ、バランスが。そうですね、バランスが、うん、はい、ここで、まあ、これ。そしてさあここで、なんかこっちの模様を広げたいところですよね、うん、桂馬に締まられたんですけど、これ私にしては珍しいですよね、普通参戦にあんまり行かないんですけどね、先生でもそちらへ締まられることがあるんだね、そうですね、まあ、一見が多いんですけども、はい、うん、なぜねこう渋く打ったかと言いますとね、こういきますとね、はい、右辺がですね、この石がねまだねいくらか一応死んだ顔してますけども、はい、まだまだ脈があるんですよね。例えばこんな風に、これは例えば白が黒がこっちから行きますと、そっちから来ると、まあ、こういう風に打って、これは出られる、まあ、単純に、ね、こういう風に打っても渡っちゃうみたいな感じですね。あ、これは繋がってしまいました。これは白がうまいですね、はい、そうすると、まあ、こっちなんか防いでなくていい、はい、そうすると、まあ、こう裾がちょっとね甘くなってきてね、あ、で、まあ、こっち受ければ、ええ、これちょっとくつろいじゃうんですよ、簡単にしのがれてしまうんですね、これはなんか大威張りでしのがれて、そうですね、はい、ちょっとなんとなく不満ですよね、はい、ということで、こう、まあ、こういう利き筋があるとすると、まあ、この辺が一番バランス的にはいいですもんね、ええ、ああ、これは、うん、ちょっとこうやっても、そうそう、だいぶ違いますもんね、さっき滑りがないですね、はい、でこう渋くいったってことですね、うん、
さ。そこで白が、こちらへつけてこられたんですけれども、ね、まあここまでの局面はね、なんとなくね、ここはこう一応まあ構えてるし、こちらもいい構えですし、で白はまあこういう構え体勢ですけども、ちょっとね、はい、黒が優勢かなという感じなんですよ、なんとなくね。でこのツケは、ちょっとじゃあ姿勢というか、少し小一種の勝負手という意味もあるんですけどね、はい、まあ、そこからちょっと行動を起こしたいという感じなんですけどね、はい、この局面ですとね、うん、そうおとなしくしましたね、はい、まあこの手は上跳ねる手とか、伸びる手とかいろいろあるんですけども、はい、まあ、一番おとなしい方ですか。そうですね、はい、うん、ここは一番おとなしく、ね、先生はこう取られまして、はい、これ一番素朴な打ち方なんですよね。あ、うん、よく物の本にはですね、はい、こうなってまして、こんなとここんなとこって言うと変ですけど、こういうふうに押したりね、本に切った方を押せて、そうそう、こういう定石の本もあるんですよね、はい、ただ私はこういう手は好きじゃないんですよね、うん、というのは、まあ、こうなってあんまり読んでたわけじゃない。そうですね、例えばそういう形になって、はい、まあ、こう取りますか、はい、で仮にまあこうなって、まあ、こういうような感じになってね、こうなると熱くなっちゃうでしょう、これでちょっとまだ味が悪いですからね。そうですね、こうなるとまあこう伸びれば、まあ、こうでしょうか。この後うまくいかないですね、全部抑えられちゃうという、でこうなっていきますと、非常に鬱陶しいんですね、黒はね。これは黒つなげないんですね。つなげませんね、おまけにね、うん、ですから非常に鬱陶しい感じになってきて、はい、まあ、押してはあんまり筋のいい手じゃないんですよね。あ、うん、よく切った方を取れて、そう、まあそうですね、それはその一手です、ね、これをこっちへつなぐのはいけないんでしょうか。あ、そので、まあ、こう主張にあたりですか、うん、これは黒も、あ、すいません、ね、うん、これはですね、あ、ちょっとね抜かれて、でこっちがこう熱くなってきてるでしょ。あ、そうですね、こちらの一帯がね、はい、白っぽくなってきました。この辺が白っぽくなって、でここはどっちみち硬いところですから、はい、これは黒はちょっとまずいんですよね。あ、はい、少し凝ってるということなんでしょうか。そうですね、それで実戦こちらへ抱えられたんですね、そうそうそう、でこう抱えたんですが、はい、これは当てるといけないんでしょうか。いやいや、これは普通なんですよ、むしろね、はい、でまあ、これはつなぎます。で今度は支柱にかかりまして、はい、ね、今度はまあこうやって、ね、今度は伸び切りになるんですね、はい、ね、まあこれをここまで来られないという利点はあるんですけども、はい、こう伸び切られてますとね、これ石がやっぱり持ち込みになっちゃってるんですよね。あ、これとこの交換がね、これだけなんですけれども、ね、当て打たなければ、はい、こっちからあ行く可能性がね強いんですけども、はい、その場合に、ね、あとこう当てて次になる、今度はこうなるんですね、可能性がありますからね、はい、今これここにあるのはひどいですからね、はい、切ってね、あ、そうですね、これとこれ来てますから、はい、それで当て打たなかったということですね。出ない方がいい場合もあるんですね。そうですね、はい、で単にかかりまして、はい、ここで一つ黒はこれを利かしました。 それは、はい、こうなって桂馬ですね。今度はこちら、はいはい、で今度このかかりが厳しいんでね、こっちが強いですから、はい、でこちらをそして守られたんですね、はい、そうですね、はい、まあ、話は合ってるという感じですかね、はいはい、で次は黒はどの辺が大きいんでしょう。あ、こうなるとまあここが一段落 で、はい、でこれを攻めるってもね、急にはなかなかいかないので、こちらの方面ですね今度は、はいはい、それでこちらへ、ね、模様を広げたんですけども、はい、まあ、もうちょっと手堅くね、打つ手もあったでしょうけども、あ、まあ、打ってるとなんとなくこういきたいところですね。あ、で白は広いので、そうですね、向かい堂々と入っていきました、はい、これ私なんか見た瞬間にこうコスミつけたくなるんですけども、あ、これを攻める意味でね、はい、攻めはコスミつけと教わったんですけど、はい、こういうふうに攻めたらいけないんでしょうか。うん、まあそういう仕方もあるんですけども、はい、これは押します、そうですね、
そうそうそう、そういう手も、まあ、自然な感じではあるんです、ええ、こうなんか攻めてる感じがするんですけど、ダチと絡みとね、はい、あるんですけども、はい、こうなっていますとね、こうやってる手がね、ええ、あんまり嬉しくないんですよ。ここが非常に光ってきちゃうでしょ。あ、ちょうどいいところに一見跡が、ね、でしかもこうなるとここ自然にこっちの模様が消えてきちゃうと、はい、よっぽどこれご用にするぐらいね、攻めなくちゃいけないんで、はい、ちょっと怖い打ち方なんですよね。これがダメになっちゃう意味があるんで、はい、ですからでこの白もあんまり攻めがちょっとね あんまり期待できない感じもあるし、はい、何でもかんでも攻めつければいい、うん、そうそうそう、攻めるしてもねちょっとね、そこでこうやっちゃったんですね、私それ見てもすごく感動しました。こういう打ち方もあるんだな。そうですね、はい、まあそうあんまり打たないかもしれませんね、普通のプロはなんかこう滑ってきて楽にしのいだような気がするんですけども、ね、うん、ただねここに2線にこういうふうに打ってもらえればね、非常に白がなんかつまんないところにこう逆に来てるという感じがあるんですね。あ、そうなんですね、はい、ですからそれで満足してるという意味があるんですよね。あ、でしかもこれ一応封鎖この線を止めて、はい、この模様がなかなか広いですからね、はい、ね、そして黒はこれつけられました、はい、そうですね、ええ、これはここを今つけたんですけど実はこちらの模様を意識しているんですね、はいはい、これは序盤戦で、はい、この続きはじゃあ2巻目の方で、そうですね、楽しみに見たいと思います、はい。